はい、どうも。えー、っと、今回はですね、えー、ん自由民主党の衆議院議員の安ずまくさんがですね、これ安ずまくさんなんですけど、この方がですね、えー、北海道旭川市議会議員のですね、野村パターソン、んかつさんをですね、訴えたそうで、えー、民事訴訟でですね、えー、1200万円、 腹へという訴訟、訴訟を起こされたそうで、起こした、起こされた。で、まあ、えー、野村さんがですね、なんか言ったのがですね、気に入らなかったそうで。はい、えー、今回タイトルがですね、ババーンってことで。これね、サクッと出たのはですね、これテイク2なんですね。まさかの。あの、 さっき喋ってたらですね、声が全く入ってなかったということで、もう恐ろしいですよ。で、な、ま、北海道旭、二人とも北海道旭川市なんで、あの、北海道旭川市でですね、えー、裁判が行われるような感じになる、なるのかなと思います。で、野村パターソンさんがですね、えー、訴えられたということで、えー、ん旭川の、ちょっとですね、どのぐらいの規模の、 えー、C、なのかちょっと僕知らないですけど、うーん、まあ、ここの、えー、地裁か、近所の地裁でですね、裁判が行われるのかなと思います。で、民事訴訟なんてですね、基本、あのー、誰も興味持たないと思うんですけど、これはですね、統一協会系の話題のですね、裁判なので、多少を、えー、話題になるんですね。うん、でですね、 まあ、あ野村さんがですね、あずま、あずま国吉さんかなあずま国吉さんがですね、えーうん統一協会がお従っている、えー、やりたかっていることのですね、うん、会長さんかなんかやってるそうで、その辺がですね、えー その辺が何って言ったかちょっとはっきりは覚えてないんですけど、まあ、そ、それはですね、統一協会がやりたがっていることなので、統一協会から、ふんわりしゃべりますけどね、やりたがっていることをですね、この安妻国吉さんがですね、えー、協力する形をとって、この方がですね、その、えー、統一協会がやりたがっていること、統一協会がやりたがっていることでいいのかな ちょっとですね、やりたがってるであろうことの会長さんをやっているそうで、で、えー、っとですね、家庭教育支援条例というのをですね、うーん、統一協会系がですね、えー、そこら中でですね、こう、市議会議員かなんかに、こう、市、あの、市にこう、これやろうよって提出させて、えー、そこら中でやってるそうで、あの、 あなたの市区町村もですね、おそらくこれ提出されてるでしょうし、えー、隣町とかもですね、これ出されてるのかなと思います。なんかですね、なんかやりたいそう、やりたいそうです。で、えー、そうですね、うん、家庭って入ってますし、<laughs> まあやりたいのかなと言われれば、何でしたっけ家庭連合でしたっけ家庭連合って呼んでほしいんですけど、みんな統一協会って呼んじゃってるんですけど、 えー、これをですね、通して、な、なんかメリットがあるんですかね。あの、これをですね、うん、全国のですね、あの、市議会議員さんの誰かがで提出してやってるんで、そこら中にですね、影響力があるんだろうな、ということで。統一協会すごいな、ということで。で、えっ、ー、と、安妻国吉さんもですね、 うんこれ系のですね、会長さんかなんかをやって、やってるやってたちょっとはっきりわかんないですけどうん。やってたので、まあ、うん統一協会系から依頼があって、えー、受けてやってるのかなっていう印象をですね、持たれてもおかしくないのかなというところで。で、まあ、会長さん、あの、統一協会がですね、なんか言ってたな。 うんなんか普通の人をですね、あの、この人が会の会長だとか言ってもですね、箔がつかないので、ネームバリューのある人にですね、えー、会長さんとかをやってもらって、で、えーまあ、市議会議員とかがですね、あの、これを提出するとですね、あの、衆議院議員の、えー、東 えー、国吉さんも応援してることだから、みんなでこれやろうよって言ってですね、えー、通そうとしてるってことで、まあ、衆議院議員なんでね、自民党の衆議院議員なんで、まあ、まあ、国会議員なんで、お偉いさんなんでしょうね。で、えーうん、ちょっとはっきりわかんないですけどね、その選挙協力で統一協会系から、 えー、選挙協力受けた見返りにこんな感じのことをやってる、と、えー、思ってる人もひょっとしたらいるのかなちょっとで、ね、僕も全然わかんないんで、ふわっとしたことしか言えないですけど、はい、えー、まあ北海道ね、僕札幌ぐらいしかわかんないし、っていうようなとこですけど、あの、ま旭、あ、川も聞いたことはある、あるぞぐらいなんですけど、えー、 そこのですね、えー、まあ普段、あの、誰もち、誰にも注目されないような民事訴訟はですね、ちょっと、えー、注目されるよってことで、はい、1200万円だそうです。1200万円、ええー、あずまさんがですね、まあ、払えと、ええー、野村パターソンさんに手紙を送ったよってことで、はい、今回ですね、旭川の裁判に、 統一協会系の裁判なんでね、多分注目はされると思うんですね。はい、統一協会の裁判でやるらしいんで注目しましょうってことで、はい、今回以上です。